どうも皆さん、カイトです。弾幕横スクアクション、うどんゲイン X をご存知でしょうか。こちらは2021年12月4日に Steam で発売されたゲームになります。早速全ステクリアまでプレイしたんですが、東方版ロックマン X 風アクションでしたね。値段は840円という鬼安だったんで、期待半分不安半分でバック違いしたら結構な当たりの作品でした。今回は東方を全く知らないカイトでも楽しめたうどんゲイン X のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、横スクロールアクションになりますね。主人公は冷戦うどんゲイン稲葉であり、出演作品としては弾幕シューティングである東方エイヤ賞の5面ボス、東方カエイ塚の時期として出ています。左から右に突き進む王道であり、その捨てのボスを倒すとクリアという感じですね。ドンゲは多面による3段階のチャージショットの打ち上げが可能で、さらには壁キック、グレイズ、ゴムバリアなどが使えます。ステージとしては14面あり、1面1面違う形のステッドボスが楽しめるという仕様。ベースはどう考えてもロックマン X をリスペクトというより、ステージ選択、BGM 含めてのオマージュがすごく楽しいんですよね。次にストーリーを説明すると、月のウサギたちは幻想郷に不時着してしまいます。うどんげはかつての戦友を救うため、かつ月人の陰謀を打ち砕くために月のウサギを探す旅に出るというお話です。方法がよくわからない私はとりあえずボスたちが月のウサギをかくまっているのを撃破して取り戻せばいいと解釈しました。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、ロックマン X 好きなら間違いなく面白い。ステージ選択からワクワクが止まらないのですが、なんていうか好き。ベースが東方なのですが、うまく当て込んでのストーリー展開と綺麗なドット絵がとても素晴らしいですね。イベントシーンの作り込みこそないですが、それをカバーするようなステージ構成はとても面白かったです。雑魚敵のバリエーションは少ないながらも何度かヒットさせての破壊、微妙に難易度を上げている足場ギミック、ボスたちが爽快に動きながらの東方特有の弾幕攻撃などを存分に味わえます。難易度によって敵の攻撃数は上下するのですが、それを抜いてもやりごたえ十分でした。2、パワーアップアイテムでの身体バフ。通常のロックマンシリーズだとボスを倒した後に必殺技を入手できるのですが、このゲームにはありません。その代わりにパワーアップアイテムがステージのどこかに1個、ボスを倒すと1個入手でき、そしてステージセレクト画面にてうどんげを強化することができます。強化項目は8種類ぐらいありますので、手に入れた瞬間にバフをどんどんかけていくのが攻略の鍵です。私はチャージショットのためが早くなるのと、コンティニュー時のボムマックスを早々に取りましたね。バフ効果を全て最大値にすると一気に進めるのが楽になるのも良かったです。3、クリア時間は2時間半。難易度をイージーにしてパワーアップアイテムを全て得得してのクリア時間は2時間半でいきました。ボリュームこそはありませんが、値段以上の面白さです。ここで気になった方はイージーを選んでいることに目が止まることでしょう。これノーマルで最初プレイしてたんですけど、チュートリアルボスと適当なボス1体を倒すだけで2時間ぐらいかかったんですよね。イージーとノーマルの差が10倍以上あるので気をつけてください。ちなみにクリアした後に解放される理不尽しルナティックはマジであかん、触れたらデスるんすよ。以上になります。弾幕横スクアクション、うどんゲイン X。 見たことある操作方法に理不尽な弾幕の数々、そして思わずなんでやねんと叫びたくなるステージ構成がいい具合。よければ皆さんもうどんゲを操作して月のウサギたちを救出しに行きませんか。きっと間違えてノーマルでプレイしてゲームを投げ出してしまうかもしれませんよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいれば、チャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。